宇宙戦争は1953年のアメリカ合衆国の特撮映画。監督はバイロン・ハスキン。出演はジーン・バリーとアン・ロビンソンなど。H.G. ウェルズが1898年に発表した SF 小説宇宙戦争をジョージ・パルト・パラマウント映画が映画化した作品である。第26回アカデミー賞では特殊効果賞を受賞し、 編集賞と録音賞にノミネートされたか、ヒューゴー賞映像部門も受賞した。左から、アン・コディ、ボブ・コーン・スウェイト、サンドロ・ジリオ、ジーン・バリーある日、世界各地に隕石が降り注いだ。科学者のフォレスター博士は、カリフォルニアに落下した隕石の分析を依頼されるが、その大きさの割にはクレーターが小さいことを不思議に思う。 フォレスターは現場にいた教師のシルビア、彼女のおじで牧師のコリンズを頼って、近くの町に滞在し、さらに詳しい分析をしようと試みる。落下現場に監視がつけられたその夜、隕石の中から突如アームのようなものが伸びて、光線を放ち、監視の男たちを焼き殺してしまう。空からまたも降ってきた隕石と、 殺された男たちの哀れな姿を見たフォレスターたちは、軍隊の出動を要請する。隕石の周囲を取り囲む軍隊の前に、恐るべきものが出現した。アームの正体は、火星人が、地球侵略のために建造した、戦闘兵器の一部だったのだ。牧師のコリンズは、火星人との対話を試みるも、光戦を浴び、シルビアの前で会えなく消え去った。 ついに軍隊の総攻撃が始まるが、目に見えないバリアーに守られた戦闘兵器は、砲弾がも何も通じず、軍は撤退を余儀なくされる。フォレスターとシルビアも退避を図るが、登場したセスナ機が途中で不時着し、荒野に放り出されてしまう。なんとか民家へと逃げ込む二人。だが、彼らは、そこで新たに送り込まれた戦闘兵器と遭遇する。 H.G. ウェルズの古典 SF 小説、宇宙戦争をガツ世界征服や地球最後の日を制作したジョージ・パルが映画化した作品である。ウェルズの原作をバリー・リンドンが脚色し、バイロン・ハスキンが監督した。リンドンとハスキンは、この後、宇宙征服でも、パルと組んでいる。物語の大筋は原作を生かしつつ、時代設定と主たる舞台は19世紀末の、 イギリスから製作当時のアメリカ合衆国カリフォルニア州南部に移された。火星人の兵器も原作に登場するトライポッドと呼ばれる三脚型の機械からマーシャーンウォーマシーンと呼ばれる空飛ぶ円盤型の宇宙艇に変更され、原作が書かれた当時は存在しなかった原子爆弾も通用しない強敵に描かれている。特撮は地球最後の日を手掛け、 アカデミー特殊効果賞を2度受賞しているゴードン・ジェニングスや同じく特殊効果賞を2度受賞し、この後宇宙征服にも参加するスクリーンプロセスの専門家ファーシオット・エド・アートラが担当した。マーシャン・ウォーマシーンの造形は美術を担当した日系人アルバート・ノザキによるものである。主演のジーン・バリーは後のテレビシリーズ。 バークに任せろのバーク役で知られる。また、バリーとアン・ロビンソンは DVD のオーディオコメンタリーに声を吹き込み、2005年にスティーブン・スピルバーグがリメイクした宇宙戦争にも仮名を出演している。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、ところどころで古臭く,くはあるが、宇宙戦争は、 不安をかきたてるような力を持ち続けており、H.G. ウェルズの古典的 SF 物語を、冷戦時代に合わせて更新し、かつ1950年代の、いかなる映画の中でも、最高の特殊効果をいくつか見せてくれている。であり、35件の評論の内高評価は89%に、当たる31件で、平均点は10点満点中7.25点となっている。 1988年にテレビシリーズとしてウォー・オブ・ザ・ワールズが制作された。内容は本映画の続編の形をとっている。ありがとうございます。